吉さん。吉さん。よし、OK。432。追いついてきましたね、だいぶ。すごいね。一時、本当、追い越しちゃったことがあって。あ、そうなんですか。じゃあ、この子の、食べるのは、この子はドライ。ドライが56です。56。で、この子も、生が。生ハムが456ぐらいです。456ぐらい。で、うんちは毎日。3、2、3。ちょっと小さいんですけどね、だいたい2センチとか。で、動きはまあまあいいです。まあ夜走ってます。危ない、ごめん。うん、このまま。うん、このままでいいよ。はい。これはとなし。恥ずかしがり。知らないとこ行くと食べれない、ご飯食べれないからさ。シャイボーイだもんね。食べんかったもんね。結構ね、たま、そうしょっちゅうじゃないけど、たまにあるんですよ、ホテルで預かる。やっぱ海底の子はやっぱ食べますわ。あ、うん、だから、この子、ほんと食べんかったもんね。何日間いたんでしたっけね。5日間ぐらいになって、あの時期って全然食べない時期でしたもんね。それもあったのか。最初1年ほんと食べなくて苦労したなって。多少は食べてるんだ。多少は食べてるけど、とにかく出てこんかったんだ、うん、全然顔が見れないんですよ。美しい。いいよ、どうすか。そう、シャイボーイですね、それ。ちょっといいですか。はい、はい、じゃあそのままそのままです。でも本当にこの子は別に今薬飲んでないわけだもんね。ただこの子の方はさ、最近さ、1年先だから変形性脊髄症があるから症状が全然なきゃいいんだけどね。まあ幸いって言ったらなんだけどさ、肥満じゃないからさ、出にくい症状がね。このぐらいの体重なら、そう、これぐらいで、うん、維持しといていただければいいかなと思いますね。お、下下うんこも先気だね。はい、じゃあいいよ。いいですか。はい、頑張りました。はい、頑張りました。中田さん、たまこちゃんのさ、薬ってこれ厚生大でどうなってんの。バイトリルは入ってる。メトリアゾールは入ってないんだよね。え、入ってるの。ほんじゃあ、も作ったる。今から作る。じゃあ、2種類入ってるからさ、1つずつ外してきます。あ、はい。だから、メトリアゾールをまず外そう。バイトリルはいい。うまい。で、バイトリルは今度、来月外そう。調子がいいから、そう、抗生剤をちょっと外してきますね。ここから、ストップね。だからまあ入るものまだいろいろ入ってるんですけど、まあ、総合ビタミンとプロバイオティクスとブドウとタウリン、アガリクス、メトクロプラミド、モサプリ、これ胃腸の機能を高める薬と脂質剤も入ってるので、いいうんちしてるから、まあいいやつ、それは入れておきます。で、ピモベンタ、心臓の収縮力を高めて、血管を広げて血の流れを良くする薬。エナラプリルは血管を広げて、まあ、血の流れを良くする薬。ウルソでオキシコール酸は肝臓の機能を高めて胆汁の流れを良くする薬と、エンロフロクサシン抗生剤です。でそれにメトミナゾール入れたんですけど、まあ、これも抗生物質っていうかサルファ剤なんですけどね、まあ、抗菌薬ですわ。で原虫に効く、一時言ったじゃないですか、はいはい、だからということね。だからとりあえずこのメトミナゾールをちょっと外してやってもらいますね。はい、はい、じゃあそれでお願いします。はい、ありがとうございます。はい。